ウィザーズ時代のディンウィディもそれな気がする。そうそうそう。だからディンウィディも今レイカーズ来てインタビューで言ってたのが、俺は根はスコアラーなんだと。まさにそういう話してたんよ。けどチームにアジャストしなきゃいけないから、本当は自分がもっと得点取りたいけど、チームで自分がどういう手助けできるか、それを見つけていかなきゃいけないっていう。ちょっと今やりづらいけど、まあ、徐々に慣れていくよって、こっからその自分の存在価値を見出していくよみたいな話をディンウィディしてたから、まさにウィザーズにいた時のディンウィディはね、なんならジェイレン・ブラウンにたまに見えるぐらい、ガードなのにむしろアイソレーションの方がね、彼の持ち味みたいな。ハンドラーになるというよりもアイソラーとして得点取りまくるみたいなね。で平均20点取れてみたいな。けどそれがレイカーズ来て、スコアリングはもう八村もいるし、 AD もいるし、レブロンもいるし、リーブス、ディアンジェロ、スタメン5人全員スコアラーだからそこにディミニがシックスマンで流れ変えるってなったら、自分がスコアラーになったところで流れは変わらないよね。スタメン5人全員スコアラーだから。だからまあパスで、かといってディミニの持ち味はやっぱこうドライブアタックすることにあるから、パサーとして流れを変えるんだけど、ただなんかパス回しするんじゃなくて、やっぱりペイントタッチをまず試みて、でそっからキックアウトする。だから別にレイカーズに来てからもディアンジェロ、ディンウィディ別にパサーっぽく見えないんですけど、思う人は、まあ、いわゆるそこのまず最初アタックしてるのを見てるからそう思えないだけで、でもディンウィディからするとパスするためにアタックしてるみたいな。だから一回あったよね、ディンウィディ全然問題なかったじゃんっていう配信した時一回あったと思うんだけど、某 YouTuber がディンウィディひどかったみたいな、もうあいつクソだわみたいな、まあそういう投稿をして、で俺最初それ知らんかったんだけど、でまあレイカーズの試合見たから、今日もレイカーズの話しようもと思って、で俺はディンウィディがめっちゃいいなって思ったから、ディンウィディめっちゃ良くなかったみたいな話したら、ディンウィディ全然だったでしょみたいな。でまあちょっとこうそれが議論になったみたいな、ね、時あったけど、あの時のワンプレーにこんなプレーがあったね。コーダーでディンウィディがドライブして、でトップにいるディアンジェロにキックアウトしてっていうシーンがあって、でやっぱこれもそのディンウィディパスちゃんと考えてるよねみたいな話だったけど、まあ、中にはいやこれそもそも抜けてるんだから自分でレイアップいけるんじゃねみたいな、あそこディアンジェロにパスじゃなくて普通に自分でフィニッシュでよかったでしょみたいな意見もあったよね、何個か。で確かにそれもめちゃくちゃ一例ある。うん、あれはそのヘルプ役の選手も誰だか忘れちゃったけど身長低かったよ、まあ、ヴィンセントぐらいのサイズ感の選手がヘルプ役だったから、別にあれはなんか自分で突っ込んでレイアップ行ってもいいようなね場面だったなんだけど、まあそれはそれとして、まあそのあのシーンからも言えるのは、やっぱレイアップ行けるタイミングにもかかわらずパスを選択したっていうのは、やっぱディンウィディのマインド的にはやっぱレイカーズで流れを変えるためには自分はやっぱパスファーストのガードになりきらなきゃいけないけど、ただパス回すのは自分の特技ではないから、自分の特技も生かしつつパスファーストになるっていう結果、ペイントタッチをするためにまずアタックで相手を抜いたらキックアウトを優先的に考えるみたいなっていう、その、まあ、彼なりのレイカーズに対するこう自分の存在価値っていうのが、そのレイアップいけるのにもかかわらずこうディアンジェロにキックアウトっていう選択を取ってしまったっていうのに多分つながってるよね。実際ミスしたのは数えるほどもなかったし、そう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 、なんなら1回だけねターンオーバー1回しかしてないのに、その1回だけでディンウィディクソっていう風になるやつね。そうだから難しいよね、こうミスはミスなんだけど、選手のそういう心情とかね絶対あるんよ。俺らがそれに気づけないだけ、当然気づけないよ、俺らは現場にいないから当然気づけないんだけど、なるべくそこに気づきたくて、個人的にはね。で今言ったディアンジェロが抜いてレイアップいけるにもかかわらずパスしてしまったっていうのを、なんで俺あの時それを高く評価したか、ほらこれもちゃんとパス出してくれてるでしょみたいな、で普通に彼のパスうまいと思うよっていう、そこをレイアップ行かなかったっていう否定な言葉じゃなくて、なんでいい風に捉えたかっていうと、そのレイカーズのことを考えた結果がそのパスを選択してしまうっていうようなミスの仕方、まあ、ミスっつっても別にターンオーバーにもなってないし、なんならディアンジェロのドフリーのスリーポイントになってるから別にミスでもないんだけどね、そもそもね。でもまあ2点一番確実な2点を見過ごしてしまったっていう意味では、まあ否定されるべき部分でもあるとは思うんだけど、まあ、ディンウィディの心情を考察するに、まあ、きっとそういうウィザーズでスコアラーだったけどレイカーズではパスファーストにならなきゃいけないっていう、このしかも特にあの時ってまだディンウィディ
ィディが来てからまだ1ヶ月も経ってない時の話だから、まあ、いろいろ自分の中でこう試行錯誤してるんだろうなっていうのもあって、うん、だからあそこのパスはまあいいプレーだなって、まあ、逆に思ったっていう話よね。今日はスコアラーだった。今日は多分だけどディアンジェロ・ラッセルが欠場してたじゃん。いわゆるそのスコアラーのポジションが1人ね欠けた状態での戦いだったし、あとはやっぱもうペイサーズとは殴り合うっていうホークスもそうだけど、ホークスも150対150みたいな試合毎回してたけど、まあ、多分相手がペイサーズで殴り合わないと勝てないっていうのもあったし、その上でディアンジェロ・ラッセルっていう殴れる選手がいなかったっていうのもあって、まあ、今日のディンウィディは、まあ、俺は点取るべきなんだろうみたいな、まあ、そういうマインドで多分今日は戦ってたんだろうね、きっと。だから逆にむしろよく考えて攻める試合とパスする試合を考えてるんだろうなっていう。だからまあ今日すごい活躍したからこれを機にやっぱディンウィディっていい選手だったんだなっていう、なんかそういう風潮になってくれたら嬉しいなって思うけどね。やっぱりどうしてもこうレイカーズのもうブランド的にもやっぱ期待値すごく上がっちゃうチームだから、もう毎年優勝を目指さなきゃいけないみたいな感覚あるし、で優勝できなかったらもうその年は全部失敗みたいな、ビッグチームあるあるだけどね、レアルマドリードとかバルセロナもそうだと思うけど、うん、だからなんか別にミニマムだからその多めに見ろとかは別に全く思わないんだけど、俺はねコートに出た限りはもう年齢も関係なければサラリーも関係ないと思ってるタイプだから、まあ、ミニマムでここまでやれてんの大したもんでしょっていう話をするつもりもなくて、けどまあシンプルに俺はちゃんとレイカーズにフィットしてると思うし、少なくともディンウィディはそのどうやってフィットできるかをちゃんと模索してるんだろうなっていうのを個人的にはすごく感じるからこそ、まあ今日の活躍でやっぱディンウィディっていい選手だなっていうなんか流れになると嬉しいよね。ディアンジェロ欠場時は0勝5敗だったからディンウィディってよかった。あ、そうなんだ。じゃあ一回も勝てなかったっていうジンクスをディンウィディがちゃんと打ち破ってくれたんだね。スコアラーに戻ろうと思えば戻れるの強い。え、マジそれが一番でかい気がするな。結局今のこの現状で彼のスコアリング能力はそこまでやっぱ求められないけど、ただそのレイカーズのやっぱり不安材料の一つはディアンジェロ・ラッセルがプレーオフでやっぱり空気になってしまうっていうのは、まあ、去年実際そうなっちゃったから、それはもうプレーオフでまた覆すしかないわけだけど、まあ、覆すタイミングがもちろん今はないわけだよね。だから不安としてそれは常に残ったままだし、でもしその不安が今年も的中したとしてね、ディアンジェロやっぱプレーオフだと相手の強度が上がると全然ダメになっちゃうとか、ディフェンスで狙われちゃうとかで出せなくなっちゃうってなった時に、今年去年と違うのはディンウィディがスコアリングモードになろうと思えばなれるっていうのは、この価値ってめちゃくちゃ大きいなって思うよね。なんか他のチームでディンウィディが仮にね他のチームにいたとして、例えば今のマブスにディンウィディがいたとしても、別にそこのなんかスコアリングにもなれるしパスファーストにもなれるしっていう彼の良さってもうぶっちゃけどうでもいい気がするのね。なんでかっていうと、カイリーとドンチッチはプレーオフになろうがならまいがずっとすごいから、どんなに相手の強度上がろうが、あの2人がそのねプレーオフで使われなくなるっていうことはまずないじゃん、100%。けどことレイカーズに限って言うと、ね、不安材料の中にリーブスもディアンジェロも強度が高くなってどこまでできるかわからないっていうのがある以上、ディンウィディのそのなろうと思えばいつでもスコアラーとしてやれますよっていうそこの強みってめちゃくちゃ大きい気がする。そういうのも踏まえてディンウィディを評価してほしいなっていう感じはするかな。もちろん良くない試合もあるとは思うんだけど、でもなんかそれ良くない判定するのもさ、なんか 2-4-1 で勝手にシュート打ち上がったとかさ、なんかパスミスちょろっとしたとかさ、もちろん他にもあると思うけど、特に言われるのがその辺じゃん。なんかそんなしょうもないなんかデメリットよりもさ、デメリットっていうかね、その瞬間起きたミスよりもはるかにメリットの方が大きいと思うんだけどね。もちろんサラリー的にももう間違いなくいいし、ミニマムだしなまず大前提ミニマムだし、まあ、プレイしてる時はそれ関係ないとしても、まあ、今言ったいつでもスコアラーになれるっていうのはレイカーズにとってはめちゃくちゃ大事だし、あとレイカーズはそもそもペイントタッチを重視するチームである以上、
ペイントタッチできる選手の価値っていうのはめちゃくちゃ大きいはずで、実際ディンウィディ来てからレイカーズのペイントタッチの回数増えてるしね、むしろその目標にしてるペイントタッチの回数をディンウィディ来るまでは成し遂げてなくて、だから無理やりプリンスずっと使ってなるべくペイントタッチできるようにその采配組んでたけど、まあでもやっぱプリンスはプリンスだからね、限界は当然あるし、でディンウィディが来てようやくちゃんと安定してペイントタッチできる選手が来て、本来のハムとかフィルハンディが求めてるそのバスケットになりつつあるしっていうメリットの方が圧倒的に多くない？強くない？そんななんかシュートが1本外したかどうのこうのとかさ、パスミス1本したかどうかとかさ、そんなもう誰でもするしみたいなっていうね感じですね。